はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もやっていきましょう。これ新企画やってます。無編集一発撮りで10万再生される動画を生み出したいっていうのの4本目のね、4日目の動画になってます。で今日なんですけども、あの前にですよ、これねきついっすね。負荷がすごいっすね。撮影のプレッシャーもあるし、なんだ、まあ、やっぱね、間を空けちゃいけないっていうのがあるのかな。わーっとこう喋り倒す的な感じもあるし、喉乾くしね、喉痛いし、ものすごい自分に負荷かかってます。でもこの感覚は多分ね、やってることはね、合ってますね。過去僕見返しても、こうやって負荷をかけ続けたことでやっぱ成長した自分がいるんで、多分そのうちですね、まあいつか続けていれば10万再生動画作れると思ってるんで、やってやりますんでね、まあ、見守ってもらえればなと思います。よろしくお願いします。今日なんですけども、人生ね、こうやってみないとね、分かんないことだらけ、こういった話をねしてみようと思います。よろしくお願いします。で僕ね、本当に自分はね、何でも自分で試したいタイプで、こうあれどうなってんだろうとか、なんでだろうってやっぱ疑問に思ったりしたことを自分で本当試したいんですよ。で自分でいいも悪いも判断したいし、続ける続けないも判断したいタイプの人間なんですよね。でそんな僕がですね、やっぱ YouTube を始める時にもこれ実際あったんですよ。始める前か、批判めいた声とか、バカじゃない的な、何考えてるの的な、無理でしょ的な、これね、多分言ってくれさった方は優しさだと思うんですよ。ブレーキかけるっていうか、頭を冷やしなさい的なやつなんですよ。その優しさもわかるんですけども、ただね、こうやっぱ挑戦しようとする人からすると、やりたいことがあってね、やってみようっていう人に対してやっぱり、ね、水をかける行為なんで、場合によってはですよ、それでこう挑戦のですね、こう心の炎が消えるようなこともあると思うんですよね。僕はこう自分から自ら燃えるタイプ、自燃性の人間なんで、僕のね、その挑戦に対する心の炎は消えませんでしたけども、まあね、でもやっぱね、危ない、まあ逆に僕はね、うるさい、黙っとけと、見てろよ的なのがあったんで、逆にこうエネルギーにするねことができましたけども、そうじゃなかったらね、挑戦しないっていう結末もね、もしかしたらあったかもしれないんでね、まあ紙一重っていうか、まあ、分からなかったなということですよね。でもね、これ本当に思うんですよ。だってね、やってみないと分かんないじゃないかって本当に僕思うんですよ。どうですか？どう思います？分かんないことだらけですよ。この無編集一発撮りだってそうなんですよ。これもやってみないと分かんない、続けてみないと分かんない、未来のこと先のことは誰にも分かんないんで、で本当思ってるんで、なんでちょっとまとめますけども、今からですね、なんかいろいろ新しいこと挑戦しようとされてる方、これ挑戦っていうのは別に年齢関係ないんで、人は何歳になってもですよ、新しいこと挑戦できるんで、多くの方に、ね、当てはまると思うんですけど、その、ね、挑戦しようとするときにですよ、やっぱりですね、こう正義というか、その人的には優しい気持ちでね、こうブレーキをかけること、まあ僕のケースで言うと、こう水をかけられるような経験もね、するかもしんないんですけども、まあ、それも前提でっていうか、踏まえた上で、心の炎、消えかけそうになってもですよ、自分から逆にそれをエネルギーにして、やってみないと分かんないと、いうそのモチベーションにしてね、こう、挑戦続けて、挑戦してほしいなって僕は思いますし、挑戦がうまくいくことを願っております。ということで、明日の動画もぜひね、ご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。